在イラン日本国大使館は、イランの首都テヘランにいまする日本国大使館で日本国外務省の特別の機関である。在テヘラン日本国大使館とも、2020年4月6日、遡る4月3日から新型コロナウイルス感染の疑いにより、欠勤していた大使館職員が検査の結果コロナウイルスに感染していたことが判明し、翌7日に、 日本国外務省が公表した。3月下旬以降、チェコ、アメリカ合衆国、北、マケドニアにある日本国大使館で、経営4名の新型コロナウイルス感染者を出していたが、アジア及び中東に置かれている日本国大使館で感染者が確認されたのはイランが初めて。ザイホラムシャハル日本国総領事館は、イラン南西部フーゼスターン州のイラクとの国境沿いに、 ある都市ホラムシャハルにかつて設置されていた日本の総領事館である。1976年6月、法改正によりホラムシャハルに日本国総領事館を設置することが定められ、翌1977年1月に総領事館が開設された。しかし、1980年9月22日に独裁者サターム・フセインの率いるイラク軍がイランに、 進行して戦争が勃発し、石油化学工業地帯として繁栄していた、ホラムシャハルは真っ先に攻撃対象となった。イランイラク戦争中の1981年、ホラムシャハルの日本国総領事館が閉鎖された。ありがとうございます。